じめまして。私、今野小雪って言います。突然なんですけど、うちのお父さん、もうすぐ誕生日で。だから、このボールにもう一回何か書いてくれませんか？すごいね。やっぱ地球はつながってんだね。父さんのボールも返ってこないかしらね。まあないだろうね。戻ってきたら嬉しいけど。男性はアラスカの海岸でこのボールを発見したということです。ボールは約1年の年月をかけて大陸を渡り、さまざまな人々の思いを乗せて持ち主の少年のもとへ戻っていくことになります。お母さんが教えてくれたんです。なるほどね。ありがとうございました。はい、頑張って。おじさんたちが高校の時父さんにくれたボールのこと、あのニュース見てこれだって思って、このボール見たら私のお父さんもきっと喜ぶんじゃないかって気がするんです。あ、すごいね。もう全員回ったの？あと友おじさんだけ。週末いつも留守なんだよね。あそこは行ってみた？集会所結構顔出してるって聞いたよ。そうなの？じゃあ下行ってみる。男のプライドって厄介だよね。別に無理しなくていいのよ。パートあったって私ご飯作るから。またそれ？料理ぐらいさせてくれよ。イカはちょっと揚げすぎかもしれないけどさ。イカだけじゃなくて、ここ居酒屋じゃないんだから野菜がもっとないと小雪の栄養的にも良くないし。いや、俺の人参は絶対野菜だろ。なあ小雪。そういうことじゃなくて。あ、分かった。じゃあ明日は野菜スティックにするよ。話ずれたよね。おじさん見つけた。おお、小雪ちゃん、久しぶりだね。もうずっと探してたんだよ。え？高校の時に父さんのボールに寄せ書きしたでしょ。いつもみんなで集まってるの？だってさ、一人でいるよりさ、みんなでワイワイやってた方が楽しいじゃん。はい、完成。何？わかんない？我らがベガットさんだよ。はい、どうぞ。これ食べてけさい。なんだよ、感じ悪いな。おばあちゃんたちもサッカー好きなの？今勧誘してっとこ。でもあれってサッカーのやつだよね。そうそう、ゲーフラね。俺が裁縫あんまりにも下手だからさ、やってもらってんの。そうだ、父さんに今度の試合見に来いって伝えてよ。負けられない一戦だし、久々に会いたいからさ。多分父さん来ないと思うよ。なんで？母さんパート始めたの。だから父さん、仕事見つけるまでは遊びはなしだって。気張ってるな。俺は発散するのも大事だと思うけどね。だから父さん、家で畑始めたんだよ。イサムが？うん。畑を？うん。向いてないんじゃないの？プロのおじさんなんかより立派だもん。おお、ゆうちゃん。俺だってね、うちの畑が使えればね。あ、
鉄んとこにも行ったんだ。みっちゃんとかも。みんな元気でやってんだ。もうめったに会えないもんな。おじさん？ん？あ、ごめんごめん。はい、これ。これ見たら悲しくなっちゃうの？そうじゃないんだけど、なんだかちょっと切なくなっちゃって。このボールの上だけだったらさ、まだみんなと一緒にいられるんだなと思って。これ父さんに見つかっちゃうよ。私もうそれやめる。それ見たらね、ないものまで思い出しちゃうみたい。いろんな人と会うの楽しかった？楽しそうだったよ小雪。外にも出るようになったし、母さん嬉しかった。父さんのお友達だって嬉しかったかもしれないよ。またこのボールに集まれて。今度の試合見に来いって伝えてよ。負けられない一戦だし、久々に会いたいからさ。私やっぱりボールあげることにしたの。ああ、そうか。試合前にサプライズであげたいの。大事な試合なんだし、おじさんが誘ってくれた方が自然でしょ。いやー、ほっとした。おじさん正直気になってたんだよね。小雪ちゃんに余計なこと言っちゃったような気がしてさ。本当はね、ちょっと迷ってたんだ。でもやっぱりこのボール父さんに届けるべきだと思うの。おじちゃん、おじちゃん、ごめんね、待った。へへへ、それより準備どう？大丈夫、どう思うよ。大丈夫。まだいたの？ああ、おかえり。急がないと試合始まっちゃう。ちょっと、ね、どこへ行く？それサッカーにいらないでしょう。うん、やっぱり今日はやめようかなと思って。友さん待ってるでしょ。でもさ、仕事もないのにサッカー見てる場合じゃないし。もういいじゃない、サッカーぐらい。小雪だって待ってるんだから。
何それ、どういう意味、どういうこと。ちょっと待って、なんで小雪が待ってるの。小雪はどこ行ったの。ちょっと指してたな。はって顔したよね。本日入場ゲートにて手荷物検査を行います。ご入場の際はお手数ですが、バッグやカバンの口を開けて前を向いてください。そろそろ電話してみっか。お、ヒーロー到着。始まっちゃうよ。ああ久しぶりなのに悪いな。ちょっと頑張ってよ、うん、はい、こっちだった。ああ、サンキュー。元気でやってるか。なんかぼちぼちだな。なんかいろいろ世話かけたみたいでありがとうな。いいよ、たかがチケットぐらい、うん、おう、小雪驚かないの。ああ、そっか、サプライズのつもりだったのに。ごめんな、母さん、ほら尋問に弱いだろ。もうしょうがないな。こんな賑やかなとこ久しぶりだな。前みたいに楽しめるかな。試してみればいいよ。友おじさんとかサポのみんなとか一緒だし。それに私も。父さん、誕生日おめでとう。ありがとう。小雪も帰ってくれたのか。父さん、試合始まっちゃうよ、うん、早く行こう。ああ。こちら規則なので持ち込めないんですよね。じゃあちゃんと預かっといてくださいね。はい。あ、本物。ベガンダー世界。ベガンダー世界。ありがとう。ベガンダー世界。お父さん、ベガンダー世界。よろしくです。ベガンダー世界。みんなで勝つぞ。ベガンダー世界。ベガルタ世代、よろしくお願いします。ベガルタ世代、そう、諦めてて、諦めてて、そうそう、もっと走れって、そう、逃げ空いてるから、後ろから来てるよ、縦空いてる、裏空いてるから、いいよ、よしよしよし、するしかないな。全然いけ、全然いけ、いけろ、詰めろ、詰めろ、詰めろ、おめでとう。全体全体やった、よっしゃー、よーし、追いついた、と言ってでもあんまり時間ないよ。何言ってんの、ここから粘るのが俺たちじゃん。そうそう、まだまだチャンスあるって。Yeah.
届くなら寝通して寝